1993年、うっちゃんなんちゃんの冠番組で事故が起こり、番組が打ち切りになった。その事故の印象も悪く、他の仕事が激減した。うっちゃんなんちゃんとしてどうしようかと悩んでいる時に、松本がいいともの出番待ちの内村の楽屋に突然現れた。そして二人っきりで楽屋で1時間くらい話をして、松本は帰っていった。内村が窮地の時に言葉だけでなく行動で表現してくれる。それが戦友でしょう。今でも二人はまっちゃん、うっちゃんと呼び合っている。